はい、皆さんこんにちは。はい、魔法を信じる会です。今日のテーマは、とことん不思議なメンタルを作る、まあマジックを作るみたいかなのテーマなんです。で、当然皆さんご存知の通り、僕のマジックって不思議でしょ。だから逆に言うとね、僕のマジックの不思議さを知らない人ってどなたがいるのかな。見せてあげるから、本当にね。有名なのはガチンコだとかね、いろいろあります。エスティメーション系とか、あとはそうだな、リコレクション系を使ったマジックなんかもいっぱいあるんだけど、さあどれが皆さんの、お好みに合うか分かりませんよ。だけどどうやって僕は作ってんだろうということから話をしたいと思います。まずね、最初に重要な問題は、僕のやった将棋をどうやって、ハブに勝つか、これにも気にしてることなんですね。まずね、志の問題、この話をねたっぷりすると時間がかかりますけど、この10分間でいろいろ話していきたいと思います。参考にしてくださいね。それでは行ってみましょう。はい、魔法を信じる会です。はい、ということでね、この話になるんだけど、簡単に言うとね、不思議ってどういうことかってところに行くんですよ。知的な不思議と視覚的な不思議って昔話したんだけど、なんかマジックやってるとね、自分ができる限界を感じちゃって、あんまり不思議なところまで行かないで手前でね、我慢しちゃう。そういうのがある。で、僕はやっぱりね、我慢ができないんですよ、不思議さってのはね。例えば、人間が空中浮くじゃないですか。ね。浮いてる時に、下に棒、支えてる棒が張ったりとか、なんていうのかな、輪っか通すのもそうだし、動かないのもそうだし、だから、人体の浮遊現象って僕は嫌いなんですよ。ね。一つ唯一言えば、デビッド・カパーフィールドのフライ。あれは素晴らしかったです。やっぱり空中に行くという感覚のものが本当に空を飛んでるという、もう映画に匹敵するスーパーマンのような映像でしたよね。だから僕はあの時にやっぱり本当感動して、デビッドを日本に呼びたいと思いました。それ以外のはね、なんか2本の棒になんかさ、人間が握ってて、まあデビッド前やったんだけど、1本の棒を手離して、1本の棒でね、何もないよとか手離してるって見えるの、離してないじゃんね。例えばほうきだとか剣の上に寝るのもそう、取れよね。で、輪っか通すんだってなんだって変だし、まあだから要するに人間の空中に浮いてる現象って実はあんまり面白くないんじゃないかなと僕思ったのがスタートだったんですよね。だけどそれでやっぱり本物の空中に浮くような現象を見た時に、その動きもどこで釣ってるかっていう想像がつかない動き、あれがいいわけですよ。だから想像がつかない動きってどういうことかって言ったら、デビッド・カパフィールの場合ってのはさ、スーパーマンの映像のようでしょ。プリンセス天功とか、例えば猿之助のね、空中じゃないけど、ああいうのってのは、ああ、ここに紐があるんだなって分かるような動きじゃん。あれはダメだよね。うん。だから僕ね、魚釣りのルアーってあるじゃないですか。毛針とか。あれって、魚が騙されなければ食いつかないわけだよね。だからそういう意味で、そういう動きを再現するようにどうやって動かすかっていうふうな話をするんですよ。ちょっと変な話だけど。だから、不思議の、やっぱり究極の部分まで持っていかない限り、マジックって面白くないなと思う。他のエンターテインメントに比べて。ね、映画なんかだってそうじゃないですか。マジックも映画だって、そうだな、視聴者から考えればどっちも現実じゃないと思うじゃないですか。でも現実に見えるのどうかったらマジックじゃないんですよ。ね、映画なの。だから勝てないの。うん。だから、ライブでやる感なんてのは大したことないですよね。今は、例えば映像で YouTube で、例えばいろいろさ、いろんなものを編集で作って、不思議なこと出てるけど、それじゃ面白くない。だから、ライブで面白い、本当に不思議なものを作らなければ、やっぱりエンターテインメントとしてマジックは勝てないと思って、僕はそのとにかく絶対的な不思議なものを探すような形で作品を作ったんです。一番最初がね、忍者リングでしたね。やっぱりね、その忍者リングが僕の中で最初の完成形というのは、空いてるはずなのに空いてないって客が言うようなもの、そこに持っていくためにはどういう技術を入れたらいいかって作ったんですね。で、もちろん仕掛けを優先させる方法もあるし、クローズドリングっていうね、閉じるリングもそうじゃない？そうじゃなくて、要するにテクニックでやる方法もあります。それはその時適材適所で一番いい方を僕は選ぶんだけど、リングは、テクニックの方でしたね。そのうちにね、僕はね、エスティメーションとか、カードの記憶、リコレクションを覚えた時にどうやったかっていうと、これは普通のことなんだけど、マジシャンが当たり前のように不思議に使えばマジックになる。だからしばらくこれね、誰も分かんなかったね。もっともっと古くからバーノンの時代もね、こういうのあったんだけど、誰も分かんないでずっと来たんです。これがリコレクションだった。うん。まあ、エスティメーションなんかもね。そのうちにセットデックを使って、そのセットデックに対してフォースを使う。クラシックフォースとかそういうものそうね。それを使って不思議なものが完成できました。視覚的なのはテクニックでやるけれども、知覚的なものは頭で考えて解決できないものにしたってのが、僕の作品の、スタートラインということですね。はい。皆さんはそういう作品僕の見てると思うから、これかと思うでしょ？そうなんです。これなんです。はい。
みんながね、どうやって作るかの時に、やっぱり自分の中で、やっぱりね、夢を捨てないことですね。極限までのことを作ろうという意識があれば大丈夫。だから、将棋で羽生さんを倒そうとした時に、ハンデ戦とかそうじゃなくて、倒す方法。ね、これはまず夢見るんですよ。ね、そしてそれを現実するための要素を足していくと。それが、面白将棋、十番勝負にしても何でもそうだけど、作ったことですね。可能性ってのは必ずあるんです。その可能性の先っちょまでいかないから、100メートルもさ、9秒台はみんな出なかったんだし、みんなさ、今、マラソンだって2時間切るんでしょ？この可能性を信じることですね。だから、最初から止めて難しいことをするんじゃなくて、しようとするんじゃなくて、やっぱり可能性をどん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 縮めていって作っていくっていうのがいいんじゃないかな。多分、自分のガチンコっていうマジックって言ってますけど、これはもう超能力に近いと思います。だから超能力ってこういうもんだなと思いましたね。やっぱり人の心の中の数字とかマークを自由自在に操る。それができればいいじゃないですか。そのためにどんな方法を使うかっていうので、マジックや催眠術やいろんなフォースの技法を集大成したものがガチンコですね。将棋もそうです。いろいろ考えて分析していけばそういうこともできるわけだし、それこそジャスパー・マスキビンの戦争の時もそうですよね。そういうのに自分が諦めないでやっていくことではないかと思いましたね。まあね、人間ってさ、例えばコロナ騒ぎでね、こんなに落ち込んでる時だったら、そういうこと考えてもいいじゃん。だから僕思うんだけどね、YouTube やってて、僕は YouTuber としてお金を稼いでた時もあるし、今は胸くそ悪いから稼がない。今やったら稼げてんじゃないかな。まあ、だけどね、誰もかし、あの、彼もがね、要するにもう今ね、マジックをやる場所もない、お金がない、だから YouTuber ってやったって面白くないじゃん。みんなの技術もそんな大したことないし。だけど、ものすごく不思議な現象があって、それを知りたい人がいるんだったら、成り立ちますよね。そういうところを目指していくっていうのが自分の考え方ですね。他にもそういうね、マジックの、新しくね、いろんなその人生の塾みたいなものをやるって言ったけど、それだけじゃなくてね、やっぱマジックの話をいっぱいしたいです。だからみんなね、僕のところにいつも遊びに来てください。今、静岡です。いるところで来ればいいじゃん、近いところ。で、新幹線使ってもいいし、在来線でもいいし、やっぱり会いに来てよ。で、将棋もそう。なんで僕が将棋強いんだろう。そこもね、試しに来てください。今ね、どのぐらいかってわかるんだけどな、自分ね。やっぱり段位で言ったら、やっぱり6段っていうのが自分の最高段位だから言うけど、実際はやっぱり、もう今4段ぐらいかな。だけど、自分でやってわかることってのは、例えばね、4段でも終盤強すぎるね、自分はね。やっぱり詰将棋をやった時に、17手ぐらいに詰将棋を瞬間的に読み切っちゃう。これはね、自分の特技だと思う。なぜならば、それだけ将棋の研究をしてるから、勉強もしてるから、ね。勉強、研究、これ重要ですよ。で、勉強、研究だけじゃなくて、詰将棋やって、何やって、対局やって、将棋の戦法を考えて向かってます。で、負けると嫌になっちゃうんで、人間ってね。だから負けるような将棋させたくないでしょ。それがみんなやらなくなるの。だから、ソフトでも何でもいいから、まず徐々にいいじゃない、今弱くたって。強くなりゃいいんだよ。なりたければっていう考え方でやると、やっぱり成長すると思いましたね。僕は今ね、昔に比べれば、それと当然だよね、若いね、20代30代に比べれば弱くなってます。だけど、多分その20代30代の当時の自分とね、将棋を指したらひどい目に任せるんじゃないかな、なんて思ったのがしましたね。人生経験、いろんなことがプラスになって将棋も強くなってるってことでしょうかね。いろいろ話しました。質問なんかしてください。だけど、質問は YouTube はね、荒らしがあるんで、要するに YouTube で受けません。僕に質問がしたい、マジックでも何でもいいんですよ。ここはマジックのチャンネルですから、質問がしたければ、ぜひ Facebook でお友達になって、そして、メッセンジャーでやり取りしたりもしていいし、メールもあるけどね、じゃなくて、会ってもいいです。会うんだったら、今は静岡、大分、東京、呼んでくれれば大阪でもどこ行きますね。将棋だけじゃなくて、マジック、いろんなものができますから、天文学の話、コロナの話、宇宙の話ね、あと歴史考古学、全部それが僕の自分の中のキャパシティですから、試してくださいね。柳田お前知ったかぶりじゃないかと思ったら、試して。結構みんなにね、ためになる話がいっぱい出ると思って、僕はね、その点では自信を持ってますね。もう実際私もね、65歳になりましたんで、まあね、まだまだ生きてね、悪態つくだろうけど、自分の能力を上げるのがやっぱ大変なんだ。だから人とのコミュニケーションで、マジックの話をしたりとかね、いろんなことをしないと、やっぱり上がっていかないと思うから、頑張って、僕にね、挑戦してくださいっていうことですね。今後ね、チャンネルでいろいろ将棋の話なんかもいろいろして、いこうと思ってます。マジックもね、歴史もね、歴史は前やってました。いろいろヒストリーチャンネルみたいなのもやりましたんで、今後も増やしていこうと思うので、頑張って。皆さん聞いてください。チャンネル登録よろしくお願いしますね。もうすぐ、YouTuber に復帰するかもしれない。ということで、どうもありがとうございました。みんなちゃんと聞いたらね、
いいね、感想よろしくどうぞ。Facebook で。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。